皆さん、お待たせしました。皆さん、こんにちは。私は科学コミュニケーターのアシモです。今日はジオコスモスをバックにこの実演をお届けします。 Please take a look at MIRAICON's symbol exhibit, the Geocosmos. ジオコスモスは宇宙から見た美しい地球の姿を多くの人と共有するための地球ディスプレイです。 This is our beautiful Earth as seen from space.これは気象衛星が撮影した90日分の実際の雲の様子で、毎日データを取り込んで映しているんですよ。 We combined over 90 days of weather satellite data, then speed it up to create what you see now. 未来館は私たちの未来について一緒に語り合う場所です。今日は皆さんとロボットが一緒に暮らす未来についてお話しします。 Today, Asimov talks about robots and your future.私のような二足歩行ロボットの開発では一歩を踏み出すことも最初は難しかったのです。それから様々な研究を重ねて2000年に私は誕生しました。2002年からここで働いています。今ではいろいろなことができるようになりました。 Asimov was first introduced by Conrad in 2000 and has continually evolved.それでは、いつかできることをお見せしましょう。前に歩くだけではなく、カニのように横に歩くこともできます。これなら狭いところも通れます。 We will show you some of Asimov's abilities. Asimov can not only walk, but can also sidestep. こうしている間にも、体全体でバランスをとっています。Asimov can hop on one leg and move forward at the same time. 片足で進むこともできます。両足が空中に浮いているときにバランスを保つのが大変です。皆さんには簡単なこともロボットには難しいことなのです。 Keep your balance with both feet in the air is extremely difficult for robots, but Asimov is very good, as you can see. ボールを蹴ることもできます。ボールをセットしてください。 Now, please watch Asimov kick ball.蹴ることができるかよく見ていてください。ちゃんと蹴ることができました。外すと思っていましたか。
今近くで見ていた人、結構強いキックだったでしょ。狙い通りに行けるためにボールの位置を見て方向やタイミングを考えています。ただ歩くだけではなく、皆さんとの暮らしの実現を目指した様々な機能が私には組み込まれています。私たちロボットはこれからもっといろいろなことができるようになるでしょう。Robotics technology advances every day, and robots are getting smarter. They may change your life. そうなったとき、あなたはロボットと仲良く暮らすことができますか？大事なのは新しい科学技術とどう付き合うのかを皆さん一人一人が考えることなので。Think how you can create your future with new science and technology. 実演の最後に手話をしながら歌をお届けしましょう。Asimov will now sing a song complete with Japanese sign language.Someday, you may live with robots in your everyday life. 皆さんはどんなロボットと暮らしてみたいですか？ What sort of robot would you like to live with? ぜひ人間の科学コミュニケーターと話してみてください。部屋に戻る時間で最後まで見ていてくださいね。 It's time to say goodbye. Thank you for joining us. We hope you enjoy the show. それではバイバイ、またお会いしましょう。行きます。準備はいいですか？
さん、こんにちは。私は科学コミュニケーターのアシモです。今日はジオコスモスをバックにこの実演をお届けします。 Please take a look at MiraiCon's symbol exhibit, the Geocosmos. ジオコスモスは宇宙から見た美しい地球の姿を多くの人と共有するための地球ディスプレイです。 This is our beautiful Earth, as seen from space.これは気象衛星が撮影した90日分の実際の雲の様子で、毎日データを取り込んで映しているんですよ。 We combine over 90 days of weather satellite data, then speed it up to create what you see now. 未来館は私たちの未来について一緒に語り合う場所です。今日は皆さんとロボットが一緒に暮らす未来についてお話しします。 Today, Asimov talks about robots and your future.私のような二足歩行ロボットの開発では一歩を踏み出すことも最初は難しかったのです。それからさまざまな研究を重ねて2000年に私は誕生しました。2002年からここで働いています。今ではいろいろなことができるようになりました。 Asimov was first introduced by Honda in 2000 and has continually evolvedそれではいくつかできることをお見せしましょう。前に歩くだけではなく、カニのように横に歩くこともできます。これなら狭いところも通れます。 We will show you some of Asimov's abilities. Asimov can not only walk, but can also sidestep. こうしている間にも体全体でバランスをとっています。Asimov can hop on one leg and move forward at the same time. 片足で進むこともできます。両足が空中に浮いているときにバランスを保つのが大変です。皆さんには簡単なこともロボットには難しいことなのです。 Keeping balance with both feet in the air is extremely difficult for robots, but Asimov is very good, as you can see. ボールを蹴ることもできます。ボールをセットしてください。上手に蹴ることができるかよく見ていてください。ちゃんと蹴ることができました。外すと思っていましたか。今近くで見ていた人、結構強いキックだったでしょ。狙い通りに行けるためにボールの位置を見て方向やタイミングを考えています。ただ歩くだけではなく、皆さんとの暮らしの実現を目指したさまざまな機能が私には組み込まれています。私たちロボットはこれからもっといろいろなことができるようになるでしょう。
Robotics technology advances every day, and robots are getting smarter. They may change your life. そうなったとき、あなたはロボットと仲良く暮らすことができますか？大事なのは新しい科学技術とどう付き合うのかを皆さん一人一人が考えることなのです。Think how you can create your future with new science and technology. 実演の最後に手話をしながら歌をお届けしましょう。Asimov will now sing a song, complete with Japanese sign language.そして皆さん、人間がロボットと暮らす未来のことについてお話をしました。私のようなロボットが皆さんと一緒に暮らせる日が早く来ることを楽しみにしています。 Someday you may live with robots in your everyday life. 皆さんはどんなロボットと暮らしてみたいですか？What sort of robot would you like to live with? ぜひ人間の科学コミュニケーターと話してみてください。そろそろ部屋に戻る時間です。最後まで見ていてくださいね。 It's time to say goodbye. Thank you for joining us. We hope you enjoyed the show. それでは、バイバイ。またお会いしましょう。はい、皆さん、足元に大きな拍手をお願いします。